どうも皆さん、こんにちは、源氏でございます。皆さんが今履きたいパンツ、それってデニムですか、カーゴパンツですか、ワイドスラックスですか。今回ご紹介するパンツはそれらにも当てはまらない、今履きたい、今履くとおしゃれ、今注目するべき、そうタイトルサムネにもあった鉄系パンツの着回し方、そしてなぜそれが熱いのか、注目するべきなのか、それをですねご紹介していきたいと思います。はーい。今ですね、カジュアルトレンドで、昔はね、黒スキニー一本、この道60年みたいな時代でしたけども、時代はね、どんどんちょっとワイドなパンツがかっこいいよね、というところで、いろんなパンツが増えてきて、だんだんそこからワイドパンツとか、さらにデニムパンツ、カーゴパンツとか、いろいろ流行ってきてますけど、さらにそこにですね、差別化、そして今の気分に当てはまるパンツが、そう、テック系パンツなんですよ。で、そのテック系パンツって、どういうことと、僕のコーディネート画像としてはこんな感じや、さらにはこんな感じなんですが、非常にこう定義は広くて、言ってしまうとテック系怖い、どういうことって思わないように、より定義を広めていきたいんですが、シャカシャカしてるか、ツルツルしてる、そして機能性に特化したデザインと素材感が感じられるパンツのことを言います。例えば裾にコードがあって、絞った状態でも絞らない状態でもどちらでも楽しめるとか、さらには膝にタックがあって膝周りにボリューム感が出るとか、カーゴパンツなどにも共通した話ですけども、動きやすいように緩やかなシルエットだとか、素材がコットン素材とか、さらにウール素材とかいうことではなく、ポリエステル素材とかナイロン素材といった非常に天然なものからこう程遠い人工的であり、そこがまた格好さんでもある素材感、それらが全てではなくにしても共通して抑えられてるパンツを系パンツですね。で、それが今ミリタリートレンドとかワークトレンドっていう話が来てますけども、そことの相性が実はめちゃくちゃ良かったり、さらには僕が今着てるような機能感のあるニットとか、あとまあ機能感がなくてもいいんですけども、綺麗めなシャツとかね、シャツとトラックパンツ合わせた購入がこちら、そしてニットとトラックパンツ合わせた購入がこちら、そしてセットアップで合わせた購入がこちら、そしてスウェットと合わせた購入がこちらっていうように、そうなんですよ、カジュアルなスウェットにも相性がいいし、シャツというきれいめなアイテムとも相性がいいし、スニーカーでもいいし、革靴でもいいし、着回しめちゃくちゃいいじゃんって。なんだ、僕が探してたのは、そして僕が履きたかったパンツってデニムやカーゴパンツじゃなくて、あ、テック系と呼ばれるパンツだったんだって今気づいちゃった方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。それぐらい今のね、僕ら超スタイリッシュな購入としたいわけじゃない、カジュアルな購入としたいけども、カーゴパンツとかそういう購入とは網羅的にやってきて、なんだか新たな新鮮な購入とかしたいっていう時に、そうなんですよ、トラックパンツなんですよ。で、そうした中で今回ですね、以前レザーブルゾンの僕の購入と全てお見せしながら、その前にウェアのアプリで僕以外のトラックパンツを使ってる購入と見ながら、僕がやってなかった組み合わせを知る方々の購入にフォーカスしながら解説したんですけども、それをですねトラックパンツバージョンで行っていきたいと思います。前半部分はウェアの僕がねちょっと紹介したいなと思った購入を解説、そしてリアクションしながら、後半は僕が合わせてきたトラックパンツの購入をお見せしていければなというふうに考えております。では早速いってみよう。はーい、ということで、インスタグラムにも結構投稿してる方増えてきたので、インスタグラムの方のコーディネートも触れていきたいなと思いつつ、ウェアのいいところってね、やっぱアイテムからすぐに検索できるところ、これがねいいんですよ。からインスタグラムも素敵なコーディネートいっぱいあるんですが、早速ウェアから様々いろんなコーディネート、おしゃれなねトラックパンツコーディネートをご紹介していきたいなというふうに思います。ではまずはじめね、一気にこのりょうくんのコーディネートと、前回も出てきたコルくんのねコーディネートも同時に見ていきたいんですが、これって何を意味しているかというと、春もコーディネートを落とし込むこともできれば、夏もねこんな感じで涼しく鮮やかに履くことができるんですよ。僕これ何回も言ってないけど、海外旅行にハイテクパンツとしてこのウィムのトラックパンツを履いていくんですよ。これって真冬はね他のパンツを検討するんですけども、例えば飛行機内でじゃあ急にちょっと気温寒くなったなと思ったらコード閉めればいいし、タイとかの、ね
ね、暖かい地域とかあったら汗かいても非常にサラッとした素材感なんで肌にくっつきにくいし清涼感のあるパンツなんですよ。でしかもこの素材感だから T シャツ1枚にトラックパンツ合わせてウーフォスのサンダル合わせてるコーディネートなんですが、それだけでももちろんバケットハットやサングラスもかっこいい理由になってると思うんですけど、素材に表情があるからこそ単調じゃないんですよね。普通さ白 T に黒のワイドパンツってシンプルになりがちなんだけど、シンプルながらにしっかりとした個性がこのコーディネートにはあるんですよ。ただ今これってさ春の投稿だから春のコーディネート今から紹介していくんですけど、まず第一に言いたいのはそう夏までも、いやなんなら夏の方が活躍すると言っても過言ではないぐらいのパンツなんですよね。こちらね我らチーム青柳さんのねコーディネートなんですけども、さっきはね夏のコーディネートに対してこれはニットの上からデニムジャケットを着て、でその上からコート着てとか、なんなら冬に近いコーディネート、それに取り入れてるんですね。昔だったらこれに細めのねスラックスでもかっこいいんですけど、より今っぽさを取り入れるのであればトラックパンツをちょっとハイテク感のあるスニーカーと合わせたスタイリングね、非常に新鮮でかっこいいんですよ。トラックパンツのいいところ、そしてテック系のパンツのいいところで言うと他と被らない良さだったりとか、何よりこうトレンド感今っぽさってところに集約されるんですけど、普通じゃやれないんですよね。買わないとやれないので。けど黒のスラックスとかって皆さんのクローゼットに多分あると思うんですよね。からこそそこに差別化ができてかなりかっこいいコーディネートが出来上がるんですよ。青柳さん160センチなんですけども、着用サイズ S サイズで、最近ね XS が出たので K のね着用サイズ感とか見ていただきたいんですが、裾とかね絞っていただければ身長とかあまりこう気にせずに、裾感とかあまり気にせずに着用することもできるところがテックパンツの良さなんですよね。絞ってるじゃないですか。から絞った時にまた違った楽しみ方ができるのがこのパンツの良さですよね。それで続いてがブルーシャツを使ったコーディネートをご覧いただきたいんですが、お二人でご紹介します。かけさんとサクさん、こちらのねコーディネートをご覧いただきたいんですが、ブルーのシャツって非常に綺麗で鮮やかな爽やかな印象があるんですよ。僕が今着ているねこのグラデーションのブルーのニットも非常に鮮やかで綺麗なんですよ。そんな鮮やかな綺麗な清潔感のあるアイテムに対して、ちょっとやんちゃなトラックパンツ、スポーティーなアウトドアで走りやすいんですよみたいな、そんなねパンツを合わせたら、それはねギャップであり中和でありかっこいいんですよ。でお二人とも共通してるのはそこに、今ベストがトレンドと言っても過言ではないぐらいなんですけども、ベストを合わせてるという点がやっぱりねかっこいいんですよね。ブルーシャツが流行り始めてから、そしてメンズのねスタイリングの流行るというかも定番のアイテムになったと思うんですけど、その定番になってから結構経つので、からこそただ上にブルーシャツを着ればいいよねじゃなくて、ブルーシャツの上にさらにワンポイントとしてベストを身につけるっていう点が、本当に2024年間違いないコーディネートとしてかなりかっこいいコーディネートだなというふうに思います。でかけさんね、ありがたいことにウィムのシャツですけども、サクさんのコーディネートのシャツってユニクロなんですって。から非常に気軽にどなたでも簡単に真似ができるコーディネートなので、よかったら参考にしてみてください。あとは色で言うとこのともきさんのコーディネートね、これもめちゃくちゃかっこよくて、セットアップ使いなんですけど、その下にシャツとレザーのクロシェットを合わせることによって、どこか全体的にテック系のコーディネートに振り切ってるんだけど、ただちょっとバランスを考えてホワイトの白シャツを合わせてるという、全体的に重くなりすぎてないんですよね。それで言うと同じ方ですね、トムキさんのこちらのコーディネートもトラックパンツにアウターをメルトンのジャケットを合わせてるんですよね。から全体的には色がついているんですけども、それにですね白のキャップだったり後ろ向くとシャツがレイヤードされているという、しっかりとブラックはブラックでポル君のようにかっこいいんですけど、かっこよさの中に爽やかさを入れたい場合、トモキさんのようにどうにかこうにかして白を足していくっていうのも非常にかっこいいので、よかったら取り入れてみてください。であとは色で言うとね、こちらのサトシさんのコーディネートのようにベルトでねちょっと垂らしていくっていうポイントもすごくいいかなというふうに思います。全然関係ないけど、たまたま見かけたこちらのトモキさんのこちらのコーディネートも2021年か2022年にリリースしたリドームのブルゾーのコーディネートもかっこいいですね。コル君もねこのコーディネート着用してたり、ヒー君もねこちらのブルゾーン着用してたり、皆さんかっこいいですね。かっこいいよねって僕以上にかっこいいコーディネートやめてくんないって思っちゃうわけですけど、しかも身長168センチなんて見えないね。はい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 。あと、サトシさんのコーディネートで続いていくと、こういうね、ローゲージのハーフジップのニットを合わせてるんですけども、ローゲージのざっくりとしたニットの表情感にトラックパンツを合わせてるんですよ。これがね、超かっこよくて、カジュアル同士のものを合わせたら全体的に中和理論で言うとカジュアルになっちゃうじゃん。それってちょっと良くないんじゃないのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、カジュアルの方向性をちょっとだけずらすと、例えば全身ミリタリーですとか、全身テック系で固めました、ロックショーオーライになると、今から登山するんですかなとか、今から
走りに行くのかなとか、今からサバゲーしに行くのかなとか、そういう感じになっちゃうんですけども、それをちょっとミリタリー系とテック系とか、ワーク系とテック系とこうちょっと変えていくと、意外にもねバランスが取れたりするんですよね。でニット合わせてるねサトシさんの時に全然する話じゃなかったんですけども、ちょっとだけ絞ってボリューム感のあるレザーシューズを合わせてる点が非常にかっこよくていいなと思います。 でやっぱりね斜め掛けのバッグが購入のポイントに繋がっていていいですよね。続いてはこちらコブくんの購入ですね。こちらのブラウン 1M のねフリースジップめちゃくちゃかっこいいんですけども、それにこれもですよ、ちょっと機能感のあるトップスとかアウターに対してマットなザラッとした、そしてシャカシャカっとしているパンツとスルッとしたレザーの相性がとにかくうまいですね、コーディネートが。というのもほんと3年前ぐらいの動画になっちゃったけど、全身ブラックコーディネートのやり方の時も言いましたけど、こちらの動画ね、いそうだよ組み合わせですね。全身フリース男ですか、全身レザー男です、結構厳しいじゃないですか。トラックパンツ、トラックジャケットのコーディネートは同じ素材っちゃ同じ素材だけど、中にねシャツとか斜め掛けのバッグでコットン素材を取り入れるとか、そういうことを取り入れればいいと思うんですけども、全身ブラックやりたい場合は異素材組み合わせた方がいいわけです。でそれでコム君はフリーストラックパンツの機能的な素材感、革靴という素材でのグラデーションがしっかりなっててすごくかっこいいなというふうに思います。でそこにね光るジップもいいですよね。それで言うとこちらのねルキト君のコーディネートもフリースのアウターに対してトラックパンツ、そして革靴というアウターの種類が違えど今言った話がですね共通するコーディネートでございます。これもねめちゃくちゃかっこいいです。でこれからの季節ですよね。どちらかというとコム君、ルキト君、僕の選定の問題なんですけど、これから暖かくなるんだよと、そういう時に役立つコーディネートないのという場合ですけども、例えばポル君ね、こちらのコーディネート、タンクトップに緩やかなちょっとドレープの効いた半袖シャツにトラックワイドイージーパンツのチャコールを合わせてます。そうすることで夏のねブラックコーディネートって本当にしやすいんですけども、例えばブラックのテーラードジャケットにブラックのシャツにブラックのネクタイにブラックの細身のパンツってもうすんごいじゃないですか。けど半袖なんでもうすでにカジュアルな状態があるので、結構割とブラックの面積が多くてもいろんなこと気づかなくても自然とかっこよくなるのが夏のブラックスタイリングポイントの良さでもあるんですけども、特にこのテック系のパンツとかはそういう夏の色を落ち着かせた時のコーディネートにカジュアルさがしっかりとあってコーディネートに落とし込みやすいんですよね。今回チャコールなんですけども、グレーのデニムとかも非常に人気なんですけど、グレーのデニムってユニクロさんでも究極売られてるからこそ結構多い中で、逆にグレーのトラックパンツ合わせていくスタイリングとかは差別化ができて、皆さんだけのトラックパンツのグレーを選んだ人だけが行えるかっこいいコーディネートが出来上がるので、よかったら参考にしてみてください。とですね、まあ、非常に幅広くシャツでもベストでもニットでも半袖のシャツでも、なんなら白のラフな T シャツでも、いろんなトップスやアウターやシューズと相性がいいことがねご理解いただけたかと思います。でそういうねいろんなコーディネートのバリエーションをうまく取り入れながらですね、ぜひねトラックパンツを購入の視野にさえ入れてなかった方、ぜひですねチェックしてみてください。で今回ご紹介した方々が履いていたパンツが、そうウィムの5940円で買える紙パンツなんですよ。普通ねこういうトラックパンツってウエストにねドローコードつけました、けるベルトループつけてませんとか、後ろポケットはもちろんつけてあります、片方だけとかねあるんですけども、しっかり4つのポケットがあって、でサイドのポケットジップが反映されていて、旅行などにも落とさずに着用することができるし、なおかつ基本的にも真冬以外は履けるし、夏なんて特に涼しく履けちゃいます。でスタイルの変化も楽しめます。そしてシルエット何度も試着を重ねて理想的なサイズ感に落とし込まれています。そんなパンツが5940円でゾゾタウンで買えますので、シンプルにいいものはいいとおすすめしたいからこそ、そして皆さんが絶対的にこのパンツマジで買ってよかったと思える、そんなパンツがそうウィムのトラックパンツなので、下の概要欄にリンク載せておくのでぜひチェックしてみてください。ということでここからですね、僕の着用映像をご覧ください。それがこちら。
Thank you.
今回ですね、トラックパンツの僕も含めた様々な高ネタをご紹介させていただきました。少しでも参考になったらいいなと思っていただけたらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。